はいえー、まずスタートですねスタートは、えー、まずはえー、こう一番ですね一番の寺崎選手えー、そしてその前には、えー、いますよね大森選手ですね北が前ですねはい大森選手 S 早いんですよねそうですねスタート早かったですね、うん、はいなので六、えー、番四番八番ですね伊野選手新山選手えそして大森選手が前ですね。 そして寺崎選手がその後ろにいますので1番、3番、9番寺崎選手に田川選手、七選手ですねこの中部近畿のラインが中断そして後方には2番の伊藤壮馬選手中川誠一郎選手塚本選手ですね九州勢が後方という形になりましたねこれ後方から伊藤選手を抑えるんだけども。はい あの風が強いからこう一番前までいったような気がするんですが<ー>普通ならこれ、飯野選手の選考はないわけじゃないそうそうですか、ね、だから寺崎選手だけ抑え込んで、はい、2人すればねていレースでも良かったはずなんですけど一番前まで抑えに行きましたけどねうん、うん、そうですよ、ね、なのでまあ飯野選手が、ねまあ、前を取ったのでどのような走り方をするのかなと思ったんですけどねすんなりと2番手いきましたからね、うんうん、その辺んも、えー、飯野選手のね 走り方といいうのも、ね、見ていきたいですよね、うん、あとは、まあ、寺崎選手の仕掛けですよね、隊列が短くなったところで一気に仕掛けましたから本当、ドンピシャのところでいったなと思うんですけどね、うんまあ、あとは七選手がちょっと絡まれたところも、えー、あったなという感じですよね、残り2周の赤番に入っていって後方から2番の伊藤颯馬選手が上昇していきます。 まあこの上昇の仕方もねまず、えー、バックストレッチが向かい風ですからね、えー、なるべく風を受けないように、うん、長い時間風に当たらないように、えー、していったんだと思いますよね、うんえー、そして、えー、本来であればここで蓋すればいいんですよね、うん、蓋しておいて飯、うんえー、野選手の先行はありませんからね、えー、ですけども1回残り2週の半ばで飯野選手を切って先行、えー、体制ですよね。 まあこうなってくると伊藤相馬選手からすれば寺崎選手が飛んでくればえ3番手4番を追いかければいいわけですからまあペースを上げてという感じなんですけども伊野選手が粘ったことで隊列が短くなってえそこをねすかさず寺崎選手が叩きに。 行きましたから、まあ、これはもうドンピシャのところで行ったなという感じですよねそして伊藤相馬選手もスピードが、ね、徐々に回復してきて3番手のところちょうどスピードがあったので勝負していきましたけどねまッ、あ、選手がさばかれた形になりましたそうなってくると5番ですね中川誠一郎6番ですね井野選手も切り替えて前々に行ったんですけども、うん、まあこうなってしまったら中川選手も後方からね踏みできましたけども 1>, えー、1番の寺崎選手が粘ってましたからね、うん、1>, まあ1番、3番、2番という形で、えー、寺崎選手、稲川選手、えー、伊藤颯真選手ですね、まあ、この3名でゴール決着いたしました、第8レースでしたね、はい、ありがとうございます今日はどんなレースを考えていましたかあもう、えー、と先行を基本に、まあ、しっかり、まあ、先手を取りたいと考えてました私はすぎ、一気に前を叩いていきましたね。 まあ、そうですね。ちょっと想定した展開じゃなかったんですけど。まあ、もう、あのタイミングで行くっていうのは、まあ、だい決めてたんで。まあ、その通りに行けてよかったです。最後は後ろを、振り切ってのゴールとなりました。強いレースでしたね。まあ、まあ、自分としては、まあ、感覚、そんなに良くないんですけど。まあ、しっかり明日以降も、まあ、積極的に行きたいです。では、皆様にメッセージをお願いします。えっと、明日以降も、えっと、しっかり、元気の先頭で頑張ります。応援お願いします。ありがとうございました。